ワクワクー、プレハでーす。どうも、ゆっくりだよ。2022年3月30日の武器錬成です。本日もよろしくねー。さて、本日は？本日は、コーディの武器を作ります。ロマサガ3の女性、活横攻撃、82%。アンサガエンサガの性別不明、活横攻撃、93%。アンサガエンサガで単体攻撃、78%。アンサガエンサガも、対象キャラはいるけど、狭きもんだよねー。スーファミ作品なら多いけどねー。ロマサガ1で単体攻撃、75%。最近バーバラさん使ってないから使わないとなー。ロマサガ3で横攻撃、99%。トムは結局どっちなの？槍使いなの？術使いなの？決定打のない両手持ちかなロマサガ1キャラ、80%。火薬水育成するかー。横攻撃のみ、79%。素材がなくなったよ。じゃあ次は、タイラーの兄貴の武器を作ろう。最新キャラではロタ。ロマ1の女性、81%。ロマ2の女性、活単体攻撃、90%。サガフロ2で縦攻撃、89%。サガフロ2の女性、勝つ盾攻撃、95%。サガフロ2で全体攻撃、80%。サガフロ2の男性、勝つ単体攻撃、78%。単体攻撃のみ、87%。素材なくなった。じゃあ、有名、作る。ロマサガ1キャラ、76%。風術は割と難易度高いけど、めげずに頑張ろう。おや、本日の SS、出ました。サガフロ2キャラ、99%。オートでは使いにくいけど、まあありだな。今回は、181、119、70の、計370でした。ということで今回はここまで、また次回をお楽しみに。